皆さん、どうもどうもよろしく。嵐ドラゴン DK です。いや、ね、今回もエンちゃんとマムやっていきましょう。では行こうって、あ、間違えた、行っちゃってまた。何やったわねー、マックスだからもう別にやらんでいいね。間違えたよ、もう。はいはい、そもそも、いや、そもそも踊りましたよ。それだけ言っておこう。意味ないやん。確かに、ね、こんなの入っていって、なんかイベント、ストーリーが進む予定なんですけど、どうなんでしょうかね。おう、進んだ。さて、なんとか撃退したけれど、これからどうするの、リーダー。どうする、と言われても、まだ新手が攻めてくると決まったわけではないからな。そうですよ、くひひ。こいつなんか大丈夫か、頭、てっぺん。ハゲてるけどめっちゃ。まずは、一体誰が騎士団に情報を漏らしたのかを調べるのが先決ですね。いや、お前やろ。まあ、大体見当はついていますがね。くひひひ。笑いすぎな。あなたたち、まだそんなことを言っているの？じっとしていたら、また騎士団の連中がやってきて、捕まるだけなのよ。先ほどの数では。おそらく第一陣に過ぎぬでしょうからな。どうしよう。どう。やっぱり逃げるしかないんじゃないか。で。やめたまえ、カリン君。ライガ殿、いたずらに同志たちを動揺させるのは感心しないな。こいつってアホやんな。ふひひ。みんなを動揺させてどうするつもりなのでしょうね。こいつらなぜって悪いやつ。こいつら、さっきまで何もしてなかったくせに、偉そうに。ほんとほんと、戦わないなら金を出せっての。ん言われてる。とにかく、ここはリーダーである私の指示に。あなたの指示なんて待ってたら日が暮れちゃうわよ。何を確かにな。この口だけ男、あなたなんかにはもう任せられないわ。ふひ、さてはこの女、リーダーの座を乗っ取る気ですね。こいつやんな、絶対。何言ってんのよ。救いようがないわね、ほんと。そうやね。確かに、本当に救いようがないですな。え、これ謎の男じゃね。誰？謎の男じゃねってか、違うわ、大岡やった。大岡やったよ。レジスタンスの諸君、君らが何を画策しようと体制は消したのだ。ああ、消されたのか。おう、ならば方位に抜かりはあるまい。貴様らが遠帝の魔導器を我々に渡さぬよう抵抗をしようとも、全ては無駄なこと。無駄なこと。貴様らのやったことは重大な王家への反逆である。おとなしく爆破。つくわけないよな。いや、どうせ処刑される身なのだから、ここで全て切り捨ててやる。泣きわめき、醜く許しをこいながら死ぬがいい。嘘。マジで王家の初戦闘ですね。俺あんま好きじゃないですね。横浜の奴らをなんか、横浜の死んでいく様をなんか嫌な風に言いやがった奴らや。行くぞ。OK。 お、PRM 上がったよ。いらんよ、今はそういうのやらんといて。何、誰が秋様を倒す。私は貴様を殺す。そしてはさすが貴様を超える。絶対入りな。なんだなこいつ。ライガさんしか何時見たみたいだな。なるほど。あ、そういうことね。ライガを下げて。ライガを下げてこいつで
ハイブロー、こいつでいく。まあ一旦こいつでやってみましょう。一人はこいつで、ハイリターンダンスか、ローイングリーン、ローエングリーン、あーあかん、あかんこれはあかん、どうしよう。あーこれちょっと無理やわ、ちょっと待てよ。一旦な、こいつはポイズンミストやっとるから、オッケー、こいつでいこう。ムーンサルト、ムーンサルトトリガー行きましょう。さあサモンフェニックス、いざクロノトリオ、こいつらを狙い死にしたまえ。さあどうだ、行け、ムーンサルトトリガー、全然聞いてない。あとは適当でいいんじゃない。ちょっと待って、あかんか、こいつで、ここに持って行って、ファイヤースシェイクをここでやって、で、ハリーブロー、そしてこいつで、ローエングリーンで、ああ無理やこれ、無理やこれ、もうええわ。カリンがありで、あれがありやから、ここはもう背景はダンスしておこう。ムーンサルトトリガー、どうだ、ああ、あかん、よっしゃ、どうだ、えい、おー、倒れた、早っ、よし、あ、逃げたわ、普通に、ありがとう、うん、よっしゃ、オッケー、終わった、あとはオートでいけるっていう。おー、1900ももらえた、1200と、あと、SP1200 で、経験値すごいな。貴様ら謎にこの私が破れるわけが。いや破れてるけど。もうか、どういうつもりだ、カリン様に刃を向けるなど許されると思っているのか何、今そこにいるのはただの薄汚いレジスタンスの小娘だ。この状況で見誤ったとて仕方あるまい。貴様、ライがめっちゃ怒ってる怒ったか、怒ったのか、ライガ、ああ怒ったのかちょっと、うんが面白い。行け貴様はいつもそうだ、この私を高みから見下ろし死がにもかけねえ。だがその余裕をすぐに後悔することになるぞ、さらばだ。ああ、逃がしちゃっていいの？師団の隊長なら身の代金取れたかもしれない。身の代金って。もったいないゴーレムが出るよ。じゃあ何それ、もったいないお化けやろぜ。ライガさん、あの王家ってやつ、何か因縁でもありそうだったけど、何なんだ？兄弟なのよ。兄弟？え？なんで兄弟が？いろいろあったのよ。ライガ殿、さっきはなぜ剣を引いた？騎士団の一隊長の首など取ったところで意味もないことだ。だが見逃せばまた兵を率いてやってくるぞ。さては貴様が内通者だな。ほんまこいつは。あかんな。ちょっとライガは正論を言っただけよ。それがなんで内通に。カリング、君は彼をかばうのか。当然かばうわよ。ライガは何も悪くないんですもの。そうやね、もっともです、カリンの言うことはね。そうそう、
悪くないよ。兄弟を殺せるわけないじゃん。バカ。兄弟だと。へっへっへ。なるほど。内通者がはっきりしたようですね。こいつさ、絶対こいつやん。内通者。皆の身を危険にさらした裏切り者はこのライガーだ。クヒー。なんなんさっきからクヒクヒーとか、なんかこいつ嫌い嫌いやわ。何言ってんのよ。ライガーは私たちとずっと一緒にいたのよ。内通なんてできるわけないでしょ。カリン君、それは詳しく調べればわかることだよ。どちらにせよライガード、いや、ライガの身柄は拘束させてもらう。なんですって。バカも休み休みに言いなさいよ。バカを立て続けに言われて黙っていられるほど私はバカじゃないわよ。バカバカ言いすぎ。だいたいリーダーのあなたがバカリーダーだからこんなバカな事態になるのよ。そうやね、わかるよ。カリン君、君はリーダーであるこの僕を侮辱する気か。するよ、もうなんか。何よ、やろうってのやってるで。カリンさん、ここはお引きください。何言ってるのよライガー。あなたもバカの殿堂入り。殿堂入りしたっちゃや、さっちゃや。カリンに任せて、いたずらに事態を悪化させることこそが愚かではありませんか。でもご自分の立場をよくお考えになってください。カリン様の決断は軽いものであってはならないのです。わかったわよ。話はまとまったようだな。では連れて行け。え、いや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 。では我々は彼の尋問に移る。君たちはせいぜいおとなしくしていることだな。へっへっへ。おとなしくしていてくださいね。こいつ嫌やわ。絶対こいつ内通者やんか。ムカつくな。ムカつくな。うん、わかるそれ。ムカつくわね。カリ、これからどうするんだ。まさかこのまま泣き寝入りなんて。するわけないでしょ。あからさまに怪しい奴はわかってるんだから。そうやね。クヒ男でしょ。クヒ男。クヒ男になっちゃったよ。あいつは確かに、どう見ても怪しいな。どうにかして尻尾をつかんで、ライガの濡れ衣を晴らさなきゃ。おう、とにかく情報を集めてみようぜ。なるほど。よし、次はそれやっていこう。ライガから仲間から外れた後、集ま専用ビート健康を手に入れた。おお、操作進行度。え、レジスタンスの仲間から話を聞こう。あ、聞くだけでいいんや。なら、いろいろ聞いていこう。まずこいつか。クヒ男のことで何か知らないか。クヒ男。クヒ男。あの腰巾着のことか。あいつについて知ってることね。そういや最近よくリーダーと二人でロンドンシティに行ってるみたいだな。リーダーと二人で。いつもその二人って決まっているの。ああ、毎回あの二人だけだな。そうなんや。確かロンドンシティの貴族に援助の申し出をしに行っているとか、そんな感じの要件だったと思うぜ。貴族の名前ってわかるかしら。名前か。確か、ハートソン男爵じゃない。ああ、そうそう、そいつそいつ。あ、ハートソン。すげえな、ガリ。なんでわかったんだ。ほら、ロンドン城のロビーでオーカーが会っていた貴族がいたでしょ。ああ、あいつか。あいつがそのハートソン男爵ってことか。そうよ。多分リーダーやクヒ男はその貴族を通じて間接的に騎士団につながっていたってところね。そうやね。もちろん推測でしかないけれど。なんだか知らないけど役に立ったみたいだな。とても役に立ったわ。ありがとう。うん、ありがとう。25%。 25%。 え、マジでそんな簡単でいい。漏れてた。ああ、違うよ。本物のやつしは嬉しくて小躍りしてくれたろうね。うん、あのクヒ男やから問題ないよね。おお、何の話。あはははで、こいつか。違う、違いないわ。
ダメだこいつら。違うね。じゃあドア、ねえ、あ、こいつか。私たちクヒ男について調べてるんだけど、何か知らない？クヒ男？ああ、あの骨董品マニアね。骨董品マニア。骨董品マニア？ええ、古い時代に作られた遺物に目がないとかで、魔導器についてもいろいろ聞かれたわ。ほら、私って知識が豊富でしょ。育ちの良さそうな女。もう確かに。そんでそんで、どんな知識を披露したんだ。俺、興味あるな。そうね、魔導器の作られた由来とか、魔導器に使われている素材についての研究結果についてとか。他には？他には？あとは特に熱心だったから、魔導器の安全な保管方法と移送方法については詳しく説明してあげたわね。うわ、絶対それあかんって。ずいぶん魔導器に興味があったんだな。怪しいわ。怪しい、怪しい。50%ね。ってことは、あとは外郭と、あそこ行ったらいいかな。まず外郭の方行きますか。確かね、このここにも確か話せるやつはおると思うんだよ。こいつかどうしたの。随分特大なためにかね。いや、メンバー管理マックスだけの人としては内通者なんで出してまって責任感じてる。ああ、そうなんや。心理も心情もバラバラでも同じモデルの人に集まったらいいようにした。私はそれでいいと思ってたけど、バラバラしまったね。まあな、そうなるわな。ご覧な、あれ、外郭とか行って話聞けて乗ってたんここやんか。ちょっと外郭、え、おらんで、あいつしかおらんで、大丈夫。あれ、いや、ほんまにおらんねんけど。いや、ちょっと待って、これありか。この上とこにおるんじゃないやろか。そうやったらめっちゃめんどくさいけど、奇跡内行くか。いなさそうやろ。おらんな、これはな。早々に見切りつけて意識内よ。意識内にいるレディスナーズの仲間に話を聞き行こう。じゃあまた下に戻っていきましょう。全然何も外角おらんかったけど、今日何あれやな。できないやろ。ってことは、ちょっとね、よいしょい、うわい。で、こっち側やろ。まずは宿坊のとこ行くか。おお、ナウローディングに変わる。で、宿坊の中におるんかな。クヒ男について知ってるやつがある。ああ、違うやろ。ちょっと待ってくれ。もう長生きするもんじゃないのってか。どういたしまして。お前強いんだな。そういう問題じゃないでしょ。え、あ、そう、大丈夫か。どう、信じる、うん、ありがとう、信じてくれてありがとう。ライガではない、あのクヒオとかの問題。ゴーリもいいよね、内通なんてしない、裏切ったりしない。まあな、上おったっけ。なんか、いや、ゴーリもいた。まあ別にもういいか、まだ戦ってないしね。ここにはおらんかったか。そう、よし、じゃああと残っているところといえば、あの
医務室か。医務室やね。じゃあ医務室の方行きましょう。その写真コーナーまだ50ですからね。100にせんかな。なんか折ったりするんかな。この中折ったら嬉しいんやけどね。わらんかったらどうしようっていう。あと2人やろ。 25% ずつやからさ。あー違うな。どうしてそう思うんだ。いや、ただの勘だけど、人を騙して平気で出れるようなタイプには見えない。姉さん仲良く当てるんだ、信じていいで。それだけじゃ彼が好きだけど、ないけどね。まあね、空気をとかやろうけど、ちょっと行かれへん。見えないんだよね。何かしてるの知るかいんなこと僕の作戦は完璧だったはずなのに、あらゆる可能性を模索した結果の策が。なあ、あんた。どうしてこんなことに。試算が甘かったということか。こいつか。おーい。三人目は。なんだ。あのさ、あんた、クヒ男についてなんか知らないか。クヒ男。知るか、あんなやつのこと。あんなやつ。あんなやつ。随分敵対的なのね。じゃあ知ってそうや。当たり前さ。あいつに妙な情報をつかまされたせいで、若手やり手作戦参謀としての僕の地位が若手やり手作戦参謀、はあ、転職した方がいいのかな。参謀の才能ないのかもな。ないのか。何こいつ、一人でブツブツ言ってキモいわね。キモいのか。ちょっと待って、あいつに妙な情報をつかまされたって一体どういうこと。ん、ああ、集会の時リーダーがここ数日は騎士団は別の任務についているから監視が手薄だって言ってただろ。まあな。あの情報って僕が上申したんだ。あ、つまりお前がデタラメ情報の元ってことか。ちょっと待て、話を最後まで聞いてくれよ。もともとはその情報を僕はクヒ男から聞いたんだ。ロンドンシティの方で仕入れた確かな情報だって言うからさ。迷惑なやつ。確かに迷惑なやつ。転職した方がいいな。参謀の資格ないわね。ないね。ひどいとにかく参考になったわ。かわいそう。ありがとね。参謀男かわいそう。 75% うーん、違うね。で、あとはこいつは話したっけ。ああ、あと一人どこにおる。まだ話せないところなんかあったっけ。まあ、今回そこ行って終わりにしましょう。今回ね、よいしょ。はい、違うやろ。ああ、これ違うやろ。ああ、あのあそこか。確か作戦室の方行ってないから、ちょっと行ってみましょうか。こいつらも話したしね。作戦室の中でなんか話聞けそうな気がする。あ、扉開かない、鍵がかかっているような。マジでいやそれはちょっとやめてよ。あとどっか残ってる。そういや、外国じゃね、外国のレジスタンス、外国になんかいるんやろね。そこまで行かなあかんか。まあそれは、まあ敵伝から、まあこのカットは正義と思うけどね。ちょっと待って、全然おらんねんけど。いやちょっと待って、もう一回ちょっと整理話していこうマジで分からへん。え、エンジン復活してしまうのでしょうか。復活してます。ただの人間ならね、
何か、いや、何もないよ、何でもないよ、ね、こいつただの人間ちゃうからね。違うね。もうちょっと待って、まずこれを待って、これ違うやろ、違うやろ、ちょっと待って、おらんで、下はおらん、もしかしてさ、これ俺上間違えてる、間違えてるというか行ってないとこある、宿坊の方でさ上行ってなかったよな、あの上に人おったとかな、そういうパターンやめてよ、そういうパターンやめてよ、やめてよ、ほんまに俺の観察不足やんか、それやったらま完全にな、宿坊やろ宿坊、ちょっと待てよ、この中で あの2階あったじゃないですか、2階ね、宿坊の2階、まあゴーレムのおった、ゴーレムと戦える手前の、あ、でもちょっとこっちでもなんか話しかけてきてないけど、あー、やっぱりこいつも違うな、やっぱそうやわなやっぱそうやわなって言った、この上な、この上まだやってん、ちょっとそこだけ行ってどうなのかだけ見てから、こいつか、ねえ、あ、こいつだった、クヒ男についてちょっと聞きたいんだけど、クヒ男って、ああ、あの薄気味悪いやつのことかクヒ男で通じるところがやばいよな、さあね、俺は何も知らないぜ、武器について知りたいなら教えてやってもいいけどな、まあまあそう言わずに教えてくれよおっさん、そう言われてもな、そう言われてもな、あいつのことはリーダー以外はよく知らないと思うぜ、リーダー以外はどういうこと、レジスタンスに顔を出すようになったのは最近のことだし、何よりちょっと薄気味の悪いやつだからな、まあ確かにね、クヒヒだもんねまあね、でも同じ任務に就いたりしたら自然とちょっと話すことにならない、いや、あいつはリーダーの参謀みたいな役割で俺たちとつるんだりしないんだ、一回試しに武器を持たせたことがあったんだけどさ、もうからっきし使い物にならなかったな、使い物にならなかったんかい、どうせおしわれてって私は引き念ですよ、クヒヒ、あとか強がり言ってたけどな、襲われたって平気、なるほどね、なるほど、分かったわ、どうもありがとう、うん、ありがとう、さてといろいろ情報が集まってきたわね、ああもう怪しい奴らは明らかって感じだね、うん、そうやね、ああ怪しい奴らはクヒ男とリーダーだ、怪しいのはクヒ男とリーダーだな、そうよ、騎士団の隊長であるオオカと話していた貴族とリーダーやクヒ男が恋にしていたこと、クヒ男自身の自分は襲われても平気という発言、そして誤った騎士団の情報を持ってきたのがクヒ男であるということ、そのすべてが奴らが怪しいことを物語っているわ、でもさ証拠って言えるくらいのビシッとした決定打はないわよね、そうね、確かにどれも憶測の域を出ていないわ、そうね、もう早くライガーを助けたいのに、あのさ、何、リーダーに直接聞いてみるってのはどうだ、そんな簡単に、でもそうね、なるほど、アツマらしい単純なんだけど意外と尻尾を出すかもしれないわね、うん、行ってみましょう、あの バカリーダーやから絶対出すと思うよ、ボロてなわけでね、リーダー、あ、まだちょっといいかしら、あ、続く、あれいないみたいね、ほんとだ、鍵かかってな、あたし鍵開けてやろうか、このくらいの鍵なら余裕だよ、2秒半だよ、2秒半やと、んなことしたら
身柄を拘束させてもらおう。だぜ。ああ、もうどうしていないのよ。イライラするわね。こんなことに時間を取られている余裕なんてないかもしれないのよ。もしまたすぐに騎士団が現れたら、魔導機が。いいえ、騎士団なんかじゃなくて、すぐにでもクイーン・オブ・アイスがロンドンシティに現れるかもしれない。それなのに仲間の中でこんなゴタゴタして、ほんとくだらない。バカみたい。バカみたい。あーやまあ、イライラカリカリしちゃってさ。うるさい、うるさい。あんたみたいなガキに私の気持ちがわかるもんですか。ムッカムッカ、ゆうか、わかりたくもないけどね。何よ、やろうっての。いいわよ、受けて立ってやる。待てよ、しっかり。気持ちはわかるけどさ、焦ったっていい考え浮かばないぜ。気持ちはわかるですって、あなたに私の何がわかるっていうのよ。そうよ、ハツマは人間じゃなくて戦うために作られた兵器なんだから、私の気持ちなんてわかるわけない。ちょっと何よあれ。なあユキ、とりあえずさ、調査の続きは明日にしようぜ。俺もちょっと疲れた。うん、私はそれでもいいわよ。じゃあね、アツマ。あれ、あ、そうなるの。ああ、ほうほう。え、でカリン、焦ってたな。そういえばライガさんどうしてるかな。会えるかどうかわかんないけど、ちょっと様子見に行くか。様子見に行く。まあ今回はこれぐらいにしておきましょうということでね。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。